レバンテのですね、特にディーゼルモデルっていうのはもうあのタウンユース、普通に本当にこう快適に乗れるというのをですね、まあ、大前提に使われてて、ある程度、まあ、日常にこう足として使う SUV としてですね、まあ、今メルセデスベンツとか、まあ、BMW、アウディ、まあ、各社がですね、もうポルシェも含めて SUV の市場っていうのが非常にこう広がっていく中でですね、まあ、こうマセラティのレバンテっていうのはおそらくその中ではかなり少数派というか、まあ、そんだけ台数が、まあ、それほど流通していないというところもあって、こういったそのブランドイメージっていうのをですね、普段の足としてこう使われるというのはですね、非常にこうワクワク感があるというね、車選びになるんじゃないかなというふうに思いますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はマセラティレバンテのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、マセラティのレバンテのですね、ご紹介ということなんですけれども、まあ、今回ですね、ご紹介させていただくのがレバンテが多分3代目ぐらいじゃないかなというふうに思うんですけど、このグレーのカラーリングっていうのはですね、あの初めてご紹介させていただくカラーリングになります。今ですね、この SUV の分野に、まあ、いろんなメーカーが参入してきているというような流れになってて、一番新しいところで言うと、フェラーリがですね、まあ、プロサングエっていう車をもう日本でもう最初の納車っていうのが多分先月末ぐらいからちょこちょこ始まってきたかなというような感じになってるんですけど、このレバンテはですね、まあ、だいぶ前にこの SUV をですね、このマセラティが出すということで、話題になった車になるんですけれども、ちょうどですね、これが出たぐらいの時のうち、ドイツにちょうど行ってたことがあったんですけれども、まあ、その時にですね、ディーゼルモデルっていうのを、向こうのドイツの方で見たことがあったんですけど、すごくね、ディーゼルのこの SUV をこのマセラティが出してるっていうのがすごく新鮮だったんですよね。まあ、それがまあ時代を経てですね、今こういう形でですね、この中古車で結構その販売の価格自体もですね、割とこう抑えられた価格で、まあ、このレバンテが買えるようになったんだなっていうのはなかなか感慨深いなというような感じなんですよね。で、今回のですね、このレバンテに関しては年式がですね、平成29年式ということになってまして、AIS のこの査定も今回も付けさせていただいてて、査定が 4.5 の内外装 BB ということになってます。一応ワンオーナーの車になるんですけれども、2万8000キロ走行走ってまして、割とですね、日常に使われてたという感じの車なんですよね。なんで、それなりにマイナス点っていうのが、全くないわけではないというところがあります。で、このですね、入庫してきたばかりで今からですね、いろいろこう改変していくっていうのがあるんですけれども、まあ、そのあたりをですね、今こうだからこのように改善するよっていうのをですね、この動画の中でもお伝えしていきたいかなというふうに思っております。特にですね、この中古車の販売っていうのを最近特に弊社で取り扱っている車っていうのが、まあ、スーパーカーみたいな車が多くて、しかも新車のままの状態とかですね、まあ、そういった車を取り扱う機会が多くてですね、実際新車のままここに並ぶわけなんで、ここが傷ついてますとかそういうことを言う必要がない車をお伝えすることが最近多かったんですよね。で、本来であれば、まあ、中古車っていうのは当然そのまあ、ファーストオーナーからセカンドオーナー、サードオーナーというふうになってきてて、それぞれそういったその傷ができてきたりとか経年劣化があってしかるべきというところがあるんですけど、それをですね、商品車にしていくのにどのようにして、実際に価格決定していくのかという部分も含めてですね、この中古車販売っていうのの仕事というふうに思ってるんですけど、まあ、それを、まあ、入ってきたものをそのまま利益を乗せて売るというようなですね、ところではないという部分もですね、どんなことをやって中古車の販売につながっているのかという部分もですね、お伝えできたらいいかなというふうに思っております。
ちょっと早速見ていきたいんですけど、これ A2 というのがですね、フロントのところに出てるんですけど、これがですね、一応線傷ということになっているんですよね。多分 A2 っていうのは基本的にはパッと見てですね、分かる傷があるということなんですけれども、おそらくですね、ここのフロントの部分、ちょっとこれ黒くなってると思うんですけど、こういったのがここに該当するんじゃないかなというふうに思うんですけど、こういったところを、どうするかというところなんですけど、ここはですね、この同色の部分で、この辺りで切るのか一本塗るのかという感じなんですけど、これは塗ってですね、対応することができるかなというふうに思います。で、横見ていきたいと思いますね。この車はですね、もうすでにタイヤは発注してるんですけど、タイヤの目がですね、もうないんですよね。なんでタイヤは新品で4本交換するようにしてます。一応、これついてるタイヤがピレリだと思うんで、同じようにピレリのタイヤをですね、発注するようにしております。で、ガリ傷がですね、一部こっちはないのかな、どっかね、何箇所かあるんですよね。そこを直す必要があるかなという感じですよね。で、横見ていきたいと思いますね。これ W1 って書いてあるのは、これ塗り跡ということなんですけど、多分車がちょっと傷つけられたり傷ついたりした時に塗装した跡があるよという内容が一部ございます。で、後ろ見ていきたいと思いますね。ここがちょっと来てますね。これもうガリ傷、多分機械式駐車場とかね、そういったものでガリガリガリっといったなという感じなんですけど、こういったものを直していくという必要があるということですね。それとこの U2 というのが、これが多分目視できるへこみという感じなんですけど、これですね、こっちから見て分かりますかね。ここちょっと見えますかね。この辺りですね。この辺りのもの、これは一応ちょっと伝統ができるかなっていう感じで、表面何もなってないんですよ。だから伝統リペアができるかどうかっていうところでちょっと検討していきたいかなというふうに思いますね。綺麗な車なんで、やっぱ綺麗に乗りたいという部分あると思うんですよね。で、後ろ見ていきたいと思います。ここはですね、バンパーの部分っていうのは特に何もない感じですね。もう本当存在感があって、すごいかっこいいですよね。ここもね、ガリ傷結構後ろありますね。左右ともちょっとあるかなという感じですね。で、横に A1 傷が、これかな、すごい小さな傷がちょっとここにあるかなという感じですね。これは多分 A1 取られてますね。それと左前のところですね、右前か、この辺りにも一応線傷が一箇所取られているという感じなんですけれども、これはね、ちょっとパッと見てすぐにわからないような感じですかね。で、フロントの、こっちもタイヤがほとんどもう目がないような状態になっているので、これの交換の必要があるかなという感じですね。で、外装全般で言うと、数箇所ですね、線傷とかへこみっていうのを直すのと、あと、ガリ傷ですね、この部分を直すのと、タイヤ交換をするというふうになるとバリッと変わってくる感じだと思います。あとはこのカラーリングでですね、表面とかっていうのを全部一回磨きをかけてですね、コーティングをかけていくだけで感じがだいぶ変わってくると思うんですよね。で、それはね、マストでやった方がいいかなというふうに思ってますので、そうすることで、車のですね、パッと見た感じのイメージっていうのが大きく変わってくるかなというふうに思います。で、このカラーリングはですね、街中で見た時っていうのが結構インパクトがあるんですよね。だけど派手じゃないというところで、ベンツにもですね、こういったそのマウンテングレイっていうような色があるんですけど、そのマウンテングレイよりもちょっと薄いぐらいのグレーなんですけど、非常に上品で、ブルジョワの雰囲気もあってですね、マセラティを乗ってるっていうのがあんまりにもバーンと主張してなくてですね、結構渋い感じで、いいなというふうに思いますね。
これはもう年代かかわらずどういう方が乗られてもマッチングするかなというようなところもあるので、非常にそういう魅力が深い感じのですね、車ではないかなというふうに、まあ、そういう印象を持ちました。内装を見ていきたいと思います。うわすごいですね。これシートを見ていただくとですね、このカラーがですね非常に魅力的ですよね。まあ、タンレザーという感じなんですけど、このレザーのですねこの質感とかっていうのがなんかめちゃくちゃ高いバッグのなんかこういう素材ってあると思うんですけど、あのこういう仕立てが明らかにいいなという感じのですねこの革なんですよね。でこの座面の部分があのこのファブリックのような感じになってるんですけれども、もうこの辺のですね擦れ傷とかもほとんどないんですよね。非常にいい感じだと思います。と、このですねエンジンかけたところのステップのところがですね光るような感じになってますね。これも一応オプションというふうに聞いてます。で乗ってみたいと思いますね。いやシートもですねあのカチッとした感じなんですけど、この SUV でありながらちょっとスポーティーな感じの印象も あるような感じなんですよね。で乗った時にですね あんまりふわふわしすぎずに、なんかこう質感の良さみたいなものを、まあ、五感で感じさせてくれるような、なんかそういうこう座り心地とかっていうのがあります。あとね乗った時のねこの革のレザーの匂いがすごいなんかいい感じなんですよね。高級車乗ってんなみたいなのがねすごい伝わってくる、感じさせてくれるっていうのがありますね。で内装のですねこの辺りがですねこの木目になってるんですよね。でこのリアルのウッドだと思うんですよね。でこれマセラティってこんな内装があるんだなっていうのはちょっとね新鮮でしたね。ボルボとかっていうのがこういうリアルウッドみたいなのを使ってたりとかするんですけど、ちょっとねマセラティにこんなんがあるなっていうのはまあ多分オプションだと思うんですけど、この内装の色合いとかにすごくマッチングしてるなっていうふうに思いますね。でこの中に運転席のシワとかすれが少々っていうふうにあるんですけど、まあ、これも先ほどちょっとお伝えしたみたいな感じでかなりねシワとかなんとかの章っていうのはこれは使っていく上で2万キロも3万キロ近く走ってたら当然そのぐらいはなるよねっていうようなものだと思うんですけど、まあ、全然許容範囲内という感じじゃないかなというふうに思いますね。でハンドルのすれっていうのが書いてあるんですけど、これもですね、まあ、新車のような状態というふうなところでから逆算していくと多少の劣化があるのかなっていうのがあるんですけど、それでも実際のハゲとかっていうのは全くないんですよね。全然言うほどのところはないかなというふうに思いますね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。これボタンでですねエンジンかける感じですね。でねこのねキーがねすごいごついんですよ。これね重たいんですよね。すっごい重たいです。だからこれキー一つ持ってもなんか重厚感がある感じですよね。でこのベンツの、AMG とかですね、まあ、そういったやつでも鍵は意外と他の車とあんま変わらなかったりするんですよね。けどこれはね特別感がすごくあるなという感じですね。これをパッて持っただけでもすごいこうステータスの高さを感じますよね。でナビゲーションとかがですねこういった、Apple CarPlay とかですね Android Auto とかっていうのがついてるんですけれども、こういったものでですね、スマートフォンと連携させてナビゲーションを表示させてくれたりとか音楽を聴いたりとかっていうのもできるようになっているという感じですよね。で解像度も非常に高いなという感じです。で時計とかもですねこのアナログの時計がこういうふうに入ってるんですけど、これもすごく印象いいですよね。でこの車はディーゼルモデルということなんですけど、こうやって音声の中でもですねおそらくそのディーゼルのこうエンジン音みたいなものっていうのをあんまり感じないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、すごくこう
静粛感のある感じというようなイメージだと思います。で、一応左右のですね、あのシートヒーターとかっていうのも当然ついているということになってまして、まあ、全部この辺もですね、タッチコントロールになってますね。こっちにシートヒーター、ドライバーとこっちに両方にある感じですよね。で、ナビゲーション、まあ、地図とかもですね、割と解像度もすごく高いかなっていうふうに思いますね。ドライブレコーダーがですね、ついてまして、これも前後カメラがあるというタイプのものになってます。これも今必須になってるかと思うんですよね。なんでこの辺も最初からついてるのは嬉しいかなというポイントですね。ここのですね、ボタンでこう見るとね、車高が上がったり下がったりするんですね。おお、わかりますか、これぐーっとこう上がる感じですね。一番上にするとさらに上がる感じですよね。まあ、一応これ SUV ということなんで、まあ、基本的にはその悪路を走るっていうようなことを想定しているという感じというよりは、どちらかというとですね、まあ、利便性とかっていうのを求めている部分が多いのかなというところなんですけど、一応ですね、そういうこう車高とかを変えたりとかっていうのもそのシチュエーションによってできるという感じですよね。でここに一応スポーツモードとかですね、このアイスモードとか、あとマニュアルトランスミッションを使えるようなモードとかっていうのがボタンで調整することができるようになっているという感じですね。はい、リアシートですね、乗っていきたいと思います。まあ、このレバンテはですね、そんなに大きい車ではないんですよね。なんでどちらかというと、まあ、こう大きくて大人数を乗せるというような感じというよりは、大人4人乗車で、まあ、ゆっくり乗れるかな。一応まあ5人乗りということなんですけど、4人であれば、まあ、ゆっくり乗れるかなというような感じのところですね。で、まあSUV なんで、上のですね、ヘッドクリアランス自体は割とあるかなという感じなんですけど、運転席のポジションをですね、ゆっくり取ると後ろはですね、そんなにものすごく広いというような感じではないかなという感じですね。ただシートのですね、この質感とかっていうのはやはりすごく高いというのがありますので、乗っててですね、すごく高級感があるなというのはあります。あと上がですね、こういうムーンルーフになっているので、明かりが結構きちんと入ることで密閉感がないんで、割とこう広く感じるというところがありますね。でスピーカーは後ろにもあるんですけど、当然このスピーカー自体はですね、ツイーターもありますので、1、2、3、4、5、6箇所のスピーカーがあるのかなという感じになってますね。全部ハーマンカードンのスピーカーというのが採用されています。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。トランクスペースもですね、このような感じになっているんですけれども、まあ、想定内の広さという感じですかね。 SUV を買うときに、うわ狭いってこともないかなと、まあ、このぐらいかなという感じですね。広さ的には、こんな感じなんですけど、この下にもですね、ちょっとちっちゃな工具とか入れるようなところがあるんですけど、まあ、日常に携帯したいようなものとかっていうのを後ろにこの下に入れることもできるという感じですね。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。マセラティのですね、まあ、レバンテということなんですけど、まあ、マセラティのイメージって、まあ、どっちかというとですね、このフェラーリサウンドのような、まあ、スーパーカーのですね、イメージがすごい強いというところがあるのかなと思うんですけど、このレバンテはですね、まあ、ガソリンエンジンとディーゼルというモデルがあるんですけど、この車に関してはですね、ちょっとディーゼルモデルということで、どちらかというとですね、タウンユースとか、まあ、こういったものに非常に向いてる車かなというふうに思っております。まあ、こういったその、まあ、最近話題になっているですね、フェラーリのプロサングエとかっていうのも、SUV の、まあ、12気筒のですね、フェラーリの、エンジンを積んでて、乗ってると、
SUV でありながらフェラーリサウンドを楽しめるというようなですね、まあ、そういったこう車の方向性というですね、車作りがされていると思うんですけど、このレバンテのですね、特にディーゼルモデルっていうのはもうあのタウンユース、普通に本当にこう快適に乗れるというのをですね、まあ、大前提に使われてて、ある程度、まあ、日常にこう足として使う SUV としてですね、まあ、今メルセデス・ベンツとか、まあ、BMW、アウディ、まあ、各社がですね、もうポルシェも含めて SUV の市場っていうのが非常にこう広がっていく中でですね、まあ、こうマセラティのレバンテっていうのはおそらくその中ではかなり少数派というか、まあ、そんだけ台数が、まあ、それほど流通していないというところもあって、こういったそのブランドイメージっていうのをですね、普段の足としてこう使われるというのはですね、非常にこうワクワク感があるというね、車選びになるんじゃないかなというふうに思いますね。特に、まあ、この車の場合は、まあ、こうスポーツカーのようなですね、あのこうエグゾーストーンみたいなものがなかったりとかするんで、非常にその快適性というかですね、その高さっていうのをあの感じさせてくれるかなというふうに思います。でディーゼルのですね、音とかは本当に耳に入ってこないですね。言われなかったら、これガソリン車なんじゃないかなと思うようなですね、こうエグゾーストーンの抑えられた感じというか、いうような感じがあります。あとは乗り味なんですけど、まあベンツのようなですね、静粛感っていうのがあのものすごく高いというようなところのものと比較するとですね、まあ、少しあのロードノイズとかもですね、あの多少耳に入ってくるような感じのところがあるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それでも快適性というところにおいてはですね、ほとんどの方が、まあ、期待するものをですね、乗った時に感じていただけるというですね、この乗り心地の良さとかっていうのはあの乗ってて分かるかなという感じですね。ですね、今スポーツモードってやつにちょっと入れてみてるんですけど、で M を入れると一応マニュアルがですね、使えるような感じになってます。ただですね、これはそのマニュアルモードにして楽しい車という感じではないかなとは思いますね。やっぱりマセラティのガソリンのですね、ああいうこう甲高い感じの音がしたりとかするとですね、まあ、それなりの楽しさがあるのかなというふうに思うんですけど、まあ、これはスポーツ走行云々を語る車じゃないかなという感じはありますね。ただね、このここのパドルシフトについてはですね、結構このストローク感みたいなものはもうグランツーリスモとかと全く同じな感じなんで、この辺のですね、こう操作感みたいなものはあのすごくいい感じですね。やっぱ総合的なところでやっぱね、この車の入れ立ちの時点でこのレバンテっていうのがやっぱかっこいいよねっていうのがまあ大前提であってですね、で、まあ、そこからこう実用性とかっていうところになってくると思うんですけど、まあスポーツ走行その他のものを求めるのではなくて日常に使うというところで言うとですね、まあ、今ガソリンもずっと高いですから、まあ、こういうその軽油でですね、あのディーゼルエンジンで走るというところがですね、まあ、今 EV とかがまあ割と今年に入ってこう全世界的にですね、なんか途中で止まったりとか、まあ、いろんな問題があって EV 論争みたいなものがあると思うんですけど、まあ、そういう意味ではですね、このディーゼルっていうのは最も今時点でですね、まあエコで、まあ、経済的にもあのプラスになるという部分でですね、魅力を感じていただける選択肢というところになると思うんですけど、まあ、その中でもマセラティのレバンテに乗るっていうのはですね、
ちょっと面白い選択なんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、なんといってもね、こうそういうスーパーカーから派生したようなですね、車のものに、車のジャンルになると思うんですけど、まあ、こういったものがですね、まあ、中古車になることによって、割とこう買いやすい金額で、落ち着いてきてるっていうのはですね、非常にその朗報なんじゃないかなというふうに思いますね。実際に今のフェラーリのプロサングエとかっていうのがちょこちょこ今初期ロットでですね、納車が始まってきたりとかしてるというのを耳にするんですけど、おそらく購入した金額っていうのが5000万台から6000万ぐらいの間で購入されて、おそらく今販売って全然出てないけど、多分今すぐ金額つけるとなると1億とかになると思うんですよね。そう考えると、まあ、このレバンテっていうのはですね、まあ、こうちょっとこう趣向も非常に近いというところもですね、あの見た感じのところとかっていうのもあって、ブランド的にもあのマセラティを乗るというですね、魅力がある一台になると思うので、まあ、そういった選択肢っていうのも、まあ、中古車ならではっていうところで、選んでいけていただけるのもすごく面白いかなというふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。マセラティレバンテのご紹介をさせていただきました。非常に魅力的なですね、車じゃないかなというふうに思いました。特にですね、あのこの SUV で排気量が大きい車とかだとですね、どうしても燃費のこととかっていうのを日常に乗るときにですね、あの考えてしまうところっていうのがあると思うんですよね。私が以前、まあ、同じマセラティのグランツーリスモのですね、あのオープンカーを乗った時期があるんですけど、恐ろしく燃費が悪かったんですよね。あの入れててもどうですかね、今のガソリンの金額だったらとんでもないと思うんですよね。満タン入れると多分1万8000円とかかかって、1日乗ってるとなくなるんですよ、それが。でこの間福岡から、大阪まで、あの社員とみんなで大阪まで行ったんですけど、その時のですね、高速代がですね、多分1万2000何百円とかだったと思う、 ETC で。って考えたら、1日ちょっと乗ると1万8000円のガソリン代がなくなると考えたら、いかに、その、なんていうんですかね、この維持費という部分でガソリンのところが大きいかなというのがあったんですけど、まあ、そういったですね、マセラティとかの場合は、グランツーリスモとかの場合は、スポーツ走行をしたりとか、そういうこう、まあ、刺激的な体験をするための対価みたいなところがあると思うんですけど、これがですね、大きな SUV とかになってくると、単にその移動するにあたってですね、燃費が悪いって結構痛手になるなっていうのがあるんですよね。でこれがあの軽油であった場合っていうのは、やっぱり燃費の部分っていうのはですね、かなりアドバンテージが高いというところがありますし、実際に街中で乗る機会が多いと思うんですけど、軽油の場合はですね、その低いところのトルクがすごく高いっていうところがある、大きいので、街乗りのストップアンドゴーとかにすごく相性がいいんですよね。まあ、そういった感じでいくとですね、あの日常に乗るのに、あの非常に乗りやすい車というところがあります。また新車のとこから比べると、かなり価格も買いやすくなってきているというところもありますので、まあ、そのあたりもですね、総合的に考えていただいて、あとはこのカラーリングですね、まあ、これがあの自分にとってですね、あ、これ面白いなと、かっこいいなというふうな感性がピタリとあったらですね、あの非常にこういい中古車ってやっぱりあの新車と選ぶのとまた違ったりするんで、まあ、出会いというところで言うとですね、あのいいんじゃないかなと、あのいいなというふうに思える方というのは、まあ、あの少なからずいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ今回のですね、動画を参考にしていただいて、また今回お伝えをした内容っていうのは、あの動画で話をしたものっていうのは、一つ一つこれをですね、商品車仕上げをしていってお客様にお渡しするというようなですね、ことをやっていきますので、当然このままの状態ではいどうぞということではありませんので、そういったクオリティをですね、弊社として恥ずかしくないクオリティに仕上げて、よりブラッシュアップした形でですね、お客様にお渡ししたいと思いますので、ぜひね、そういうところも含めてご検討いただければというふうに思っております。
それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。